館長の中井武史より皆様へ栄冠のご挨拶を述べさせていただきます。ご清聴のほどどうぞよろしくお願いいたします。それでは中井館長お願いします。はい、今ご紹介に預かりました、中井と申します。よろしくお願いします。本日はお忙しい中、コロナ禍にもかかわらずこのような大勢のお客様に、お越しいただきまして、誠にありがとうございます。当館は昭和43年4月27日に、オープンしまして今日で、53年を迎えます。最初のマリンパークの方向性としまして初代館長であります末広康夫がお魚サーカスということで、魚のですね、生態を分かりやすく科学的に面白くお客様にどう見せるかということをテーマにスタートしました。で次の2代目の館長樺沢がですね、魚の神秘科学ということで機材を使いましてさらに、それを科学的に、分かりやすく、見せるというテーマで、持ってきました。それで3代目の、館長鈴木和弘がですね地元の、ことをよく知ってましたので相模湾の生物相模湾の、ポテンシャルの高さをお客さんに多く知らしめるということをテーマに我々今まで、やってきました。その中で多くのお客様にですね、我々が展示している生物の、素晴らしさ可愛さ大きさ凄さを見せていただけた、見せてこられたんじゃないかなと思っています。私もこのファンタジアムまで二期工事として1981年に、ファンタジアム皆様が今座っている、この会場ですね、この会場を、できる時に、採用になりました。なので、この会場とともに41年間をこの施設で迎えることが、できました。その間にはさまざまな動物との出会い別れが当然多くありました。その中でも先駆者である先輩方が東洋一の水族館ができましてそれを世界一にするべく先輩たちが初めて世界で初めてマンボウの飼育マグロの飼育キンメダイの飼育いろいろ手掛けてきまして私の代で鶏ペンギン、メガマウスそのようないろいろさまざまな生物に出会えたことは本当に、このような水族館でですね働いてたこそ感じられた内容だと思います。今皆さんがここに来られて少しでも多くの生き物たちに、本当だったらコロナ禍でなければ触れ合いとかもしていただきたいんですけどコロナ禍で、そのようなことができません。なので皆様の胸に少しでも、残していただければ幸いだと思います。今職員および動物たちを代表して私の、最後のご挨拶とさせていただきます。ですが皆様の心にです最後まで、少しでも思い出として残していただければ本当に、幸いだと思います。皆さんがご心配である、動物たちはほぼ 100% 移転先が決まって新しい生活場所を迎
迎えることになっておりますので、動物たちの心配は、されないでいただきたいと思います。まあ、職員もですね、その中で、就職先もですね、ほぼ決まりました。ただ、親会社の景品給付にはですね、ほとんど、採用されてないというのが実情です。ただ、そのことも踏まえてですね、我々も水族館を継続していくに、手を抜いていたわけじゃありません。2年前から景品給付と新しい水族館を作るということで、今年の3月まで本当に真剣に中堅社員が話し合いしながら、もう青写真もある程度できて、予算も組んで、あとはコロナ禍が落ち着いた後に多分できるのかなと私もそう思ってました。ただやはりコロナ禍の経営悪化でですね、このような、状況になったのはとても悔しくてしょうがありません。ですが、少しでも多くの人にマリンパークの半世紀の思い出をですね、胸に秘めて帰っていただければ、職員、動物一同ありがたいと思いますので、皆さんのこれからのですね、ご多幸をお祈りしながら、最後、イルカ歯科ショーパフォーマンスを職員一同最大限努力して行いますので、最後までご観覧くださいませ。本日はご来館いただきまして誠にありがとうございます。